今回は近鉄で人気の観光特急しまかぜを紹介します。しまかぜは2013年3月にデビューし、現在においても予約が取りにくく人気の観光特急です。大阪難波、京都、名古屋から伊勢志摩サミットの行われた賢島の間をそれぞれ週に6往復が結んでいます。座席は3タイプあり、1つ目は電動リクライニングシート付きになっており、軽自動車1台が買える高級なものになっています。2つ目は個室席です。和風と洋風の2種類が用意されており、和風個室では列車内にもかかわらず座席が掘りごたつ式のものになっています。3つ目はサロン席です。半個室型の座席で大人数で利用するのに特化しています。また車内設備も充実しており、名古屋発着4号車、大阪京都発着3号車にはカフェ車両が連結されています。そこでは三重県産の食材を使った料理や飲み物、お菓子を食べることができます。また売店が併設されており、車内販売限定のグッズなどが販売されています。皆さんも乗車した際にはぜひ足を運んでみてください。ここからは島風の美しい走りをお楽しみください。危険ですから黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。